ホルヘアルベルト・フランシスコ・バルガーノ・カステチャーノスは、アルゼンチン出身の同国代表サッカー選手。アルゼンチンが1986フィーファワールドカップで優勝した時のストライカー。大柄な体育を生かした、得点能力だけでなく、エースのディエゴ・マラドーナを生かすための献身的な動き、守備意識の高さで、チームに欠かすことのできない存在となった。引退後は、サッカー指導者や、 スポーツディレクターなどを務めている。ニューウェルズ・オールド・ボーイズでプロデビューを飾り、1975年にスペインリーグ2部のアラベスへ移籍。1979年には一部のレアル・サラゴサへと移籍し、通算143試合に出場し46得点を記録するなどチームのレギュラーとして活躍すると、1984年にはレアル・マドリードへ移籍。 バルダーノは1984から85シーズンは17得点を上げると、翌シーズンも16得点を記録。1987年に現役を退くまで、スペインでプレーを続け、エミリオ・ブトラゲーニョ、ウーゴ・サンチェス、ミチェルラと共に、レアル・マドリードのリーグ優勝や、UEFA カップ優勝に貢献した。アルゼンチン代表としては1975年に、 開催されたコパアメリカ1975の代表メンバーに選ばれ、同年8月6日に行われたグループリーグのブラジル代表戦に出場した。アルゼンチン代表でのバルダーノ1982年に、スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップ、1986年にメキシコで開催された 1986FIFA、 ワールドカップと2大会連続で代表メンバーに選出された。メキシコ大会では中盤のホルヘブルチャガと共にエースのディエゴ・マラドーラをサポートしグループリーグ初戦の韓国代表戦で2得点を挙げるとブルガリア代表戦、決勝の西ドイツ代表戦でそれぞれ1得点ずつの通算4得点を記録。全7試合にフル出場し優勝に貢献した。 1988年に肝炎を患ずったことで、現役を引退。1990年、アルゼンチン代表監督のカルロス・ビラルドの意向により、現役復帰し、代表に合流すると、国際親善試合2試合に出場したが、同年に開催された 1990FIFA ワールドカップの最終登録メンバーからは落選し、3度目のワールドカップ出場は逃した。 現役引退後は指導者に転じ、1988年に、レアルマドリード・カスティージャの監督を経て、1991年に、CD ・テネリフェの監督に就任。チームを、初の UEFA カップ出場に導いた。1994年には、レアルマドリードの監督に就任。ラウル・ゴンサレスの才能を見抜き、トップチームにデビューさせ、 1994から95シーズンにリーガ優勝を果たすと同時にヨハンクライフの率いる FC バルセロナの連続優勝を阻止した。バレンシア CF で監督を務めた後、2000年7月にレアルマドリードの会長に就任したフロレンティーノ・ペレスに招かれて同クラブのスポーツディレクターに就任。ルイス・フィーゴやジネディーヌ・ジダン、ロナウドの獲得に成功し、チームを 世界一のスター軍団へと変貌させた。しかしリーグ優勝を果たしたにもかかわらず対立のあった、ビセンテデルボスケ監督や首相、フェルナンド・イエローを切ることで、後の不審も招き、2004年6月に責任を取る、形で辞任した。2006年3月には、プロモーション活動のため、訪れていたメキシコで、ヘリコプターの墜落事故に遭い、重傷を負った。 2009年6月には名優であるペレス元会長が、レアルマドリード会長選挙に再選すると、副会長兼、ゼネラルディレクターに就任。しかし2011年5月25日、前年より監督に就任したジョゼモーリーニョラ現場の、コーチングスタッフと、移籍戦略や現場干渉、在籍選手に対する姿勢などで見解に大きく、隔たりができたことを理由に、 ゼネラルディレクターを解任された。クラブ代表、ありがとうございます。